シカオ郡は台南部トラン県にある郡である。シカオとは郡内にある村の名前であった。もともと現在のシカオには貿易用の品を一時的に保管するコンシーと呼ばれる施設があった。そのうち大きな貿易品を保管する大きめのコンシーが別の場所にできたためこのコンシーはコンシーカオと呼ばれるようになった。この後、この辺りは コンシーカオ村と呼ばれるようになったがそれが名前しかお村と呼ばれるようになった。後にこれが文名に採用された。シカオ軍は八百八十七年に設置された。現在の軍庁舎は九百八十七年三月一日に正式に開かれたものである。軍の西部はアンダマン海に面しており、軍の東部はやや山勝ちになっている。このうち西部の南部の海岸沿いには、 パークメンビーチと呼ばれる砂浜が広がっている。内陸部の山岳部にはアーントン滝と呼ばれる滝がある。軍の主要な産業は農業、漁業である。主な農業生産品はパラゴムの木、パームヤシ、果物類である。軍は5のタムボンに分かれ、さらにその階に40の村がある。自治体が設置されており、以下のようになっている。また、 軍内には5のタムボン養成体がある。ありがとうございます。